よお前ら、俺様だ。夜だけどそれでも太陽ボーボー思ってますね。今日2021年3月21日です。ここはね、高知市のね、高知市なんですけど、ね、そう、俺様ちょっと飲んでましたでね、これね、これお土産をこれいただきました。飴玉ですね。で、なんかちょっとね、昭和の雰囲気の、ね、居酒屋で飲んでました。でね、店員の雰囲気さんがね、俺様のめちゃくちゃタイプで超可愛くてね、すごい可愛くて俺様のタイプだったんですよ。で、なんかいろいろ話してちょっと嬉しかったです。もう結構調子こいちゃって、ちょっとね、その店員のお兄さんがイケメンでもいろいろ頼んで、まあかなりね、相当頼んだんですけど、いやでもね、これね、お土産いただいて、これをね、舐めます。飴玉です。はい、無編集です。でもさ、そこで出てからやからさ、あ、これね、一応ちゃんと紹介するか、せっかくだからね。風船なんだこれ、どんぐりか、グレープキャンディーって書いてあります。昭和のね、雰囲気の店だったんで、こう昭和的なこう駄菓子のね、飴玉をいただきました。ね、もう本当に好みのタイプのね、お兄さんでね、もうすごい可愛かったです。ね、俺がね、男好きだなんで、ちょっとね、すいませんみたいなこと言って、もう全然気にしないんでって言ってくれて、すごい良かったです。めちゃくちゃタイプでした。かわいいお兄さんでした。はい、飴玉です。舐めます。それでは口を開けて、なんかいい、まあ、なんかぶどうっぽい感じの味の、なんか飴玉の味がしますね。はい、それではさよなら、ボーボー。